狙うは、五輪でのメダル獲得。そんな話が夢物語でなくなるほど、現在の日本ハードル界は活況に沸いている。男子110メートルハードルでは日本記録保持者でブダペスト世界陸上5位入賞の泉谷駿介、住友電工、村竹ラシッド、ジャル、と高山俊也、前輪、の3人が決勝進出とメダル獲得を狙い、女子でも多くの短距離種目が世界との壁を見せつけられる中、 福部真子日本建設工業、と田中由美、富士通の2選手を送り込む。一時は、世界から最も遠いとまで言われた種目が、五輪で表彰台を狙えるまでになった要因はどこにあるのか。男子編、女子編を読む、写真、え、何等身なのみんな足なっかい、体死亡率7%福部マコと、172センチメートルの長身。 田中由美の腸を追い手足とバキバキの腹筋。パリメダル候補の泉谷俊介村竹ラシッドの大迫力の熱層も見る、50枚長世界から最もとを勝ったハードルが活況のわけ。まず男子選手に関しての大きな理由の一つは、今から10年ほど前から高校生のハードルの規格変更を取り入れたことだと思います。 こう語るのは、日本陸連で協会委員会ディレクターとしてジュニア選手の育成に携わり、自身も2度110メートルハードル日本王者に輝いた経験がある浜松市立高の杉井正彦氏だ。実は近年まで日本の高校陸上界では、インターハイをはじめとした大きな大会ではシニア選手と同じ106.7センチの高さのハードルを使っていました。 でも、世界を見てみるという20世界選手権や U18 世界選手権ではシニア用より約8センチメートル低い、いわゆる、ジュニア規格のハードルを使っているんです。当然ではあるが、ハードルが高ければ高いほど単純な走力以外に求められる技術力は高くなる。しかも、単純に体の大きな選手が有利になってしまう側面もあった。 日本でも中学まではシニアのものより 15cm 以上低いユース規格のものが使われる。それが高校進学と同時に急にシニアと同じ高さになると、それに対応するためにどうしても技術力を高める方向に練習時間を割かざるを得ない。特に上背のない選手にとって、この 8cm の差はかなり大きなものだった。そんな状況を考慮した上で、 山崎和彦委員長、順大教授をはじめとした日本陸連協会委員会がデータ分析を進めると、ジュニア選手の多くが急にハードルの高さが上がることで踏切時のブレーキ局面が大きくなり、本来持つスピードのポテンシャルを生かせなくなっている状況が明らかになったという。ハードルの技術練習への時間がかかりすぎて、根本的な短距離の走力を伸ばしにくくなっていた。また、 フラット種目での総力のある選手が、それを敬遠してハードルをやらなくなってしまうケースもありました。世界が低めのハードルを使い、若年期のスピード強化に勤しんでいたのに対し、日本だけがある意味でガラパゴス化していた。その結果、2000年代には日本記録と世界記録の差が陸上競技の主要種目の中で最も乖離してしまっていたのだった。